はい、どうも白熊先生です。今日はですね、今芸人の中で一番狂ってて魅力のあるラジオをやってる芸人についてね、ちょっとお話したいと思います。その芸人は何かっていうと、カモメンタルっていう芸人なんですよね。まあ、カモメンタルといえばですね、まあ、皆さんコントとか見たことあるとは思うんですけど、いわゆるキングオブコントで昔優勝したこともあって、いわゆるコント師です。コントの腕は芸人からもめちゃめちゃ認められてる本当に面白いコント師です。まあ、ただですね、そのコント師のカモメンタルも決勝で出て優勝したんですけども、バラエティではあまり活躍できなかったっていう人たちなんですけど、まあ、この方たちがですね、昔からポッドキャスト、今は有料配信で、ラジオカモメンタルっていうね、ラジオをずっとこうやって、ね、配信してたわけなんですよ。で、僕はですね、それをもう何年も前から必ず聞いてるんですけど、まあ、面白いんですよ。いろんな意味で。うん。というのは何かっていうと、このカモメンタルさんっていう芸人は、いわゆるですね、芸人してない芸人なんですよね。うん。なんかテンションもそんな高くないし、話す話もですね、いわゆる芸人さんが話しそうな話ではないというか、割と淡々とですね、日々あったことを話すみたいな感じなんですよ。うん。まあでも逆にそれが癖になるみたいな感じもあって、そのカモメンタルの作るコントだったりキャラクターにすごく合ってて、それが聞いてる人たちから人気なんですね。うん。で、さらにこっから狂ってる話なんですけど、この芸人たちの何がそうかっていうと、なんとですね、そのラジオの中で普通にガチ喧嘩するんですよ。はい。ガチ喧嘩です。皆さん、芸人のガチ喧嘩って聞いたことあります？うん。まあ、いわゆる芸人さんはテレビ上だったり舞台上だったりで言い合ったりしますけど、やっぱり本当の本当のマジな喧嘩ではないじゃないですか。うん。基本的にはやっぱりプロレスというか、お客さんを笑わすため、盛り上がらせるためにやっていたり、まあ、もしくは本当にその怒りの部分は多少あったとしても、そこをうまく笑いも含めて言い合いするっていうのがまあ基本的な流れなんですけど、ラジオカモメンタルに関しては、もうすごいマジなトーンで、本当になんかね、怒るんですよ。というのも、ボケのうだいっていう方が、ツッコミの負けをに対して基本的に怒るっていう構図が多いんですけど、まあその、要は言い方としては、普通の例えばテレビ上の芸人さんの喧嘩だったら、おいお前なんとかでなんとかやろうがとか、まあそんな感じだと思うんですけど、そうじゃなくて、何お前さ、どういうことか分かってる？ねえ、なんとかでこうじゃん。こうでしょ？みたいな、こういう感じで淡々と切れるんですよ。まあ、それがですね、非常にこう、ヒリヒリするというか、はい。ね、で、すごい時なんて、もうね、そのラジオ中、まあ、1時間20分だったり、1時間くらいの配信してるラジオ中に、ずっとそれ喧嘩してるんですよ。ずっと。で、喧嘩内容って言っても、正直その言い方が気に食わないとか、まあ、単純にその移動の時の新幹線の席順の話だったりとか、もう大したことないことをずっと喧嘩してるんですよ。はい。で、最近で言うと、キングオブコント2017があって、で、準決勝まで行ったんですけど、決勝に行けなかったんですよね。うん。で、決勝に行けなかったことについて喧嘩してるんですよ。ボケの方が、お前の演技のこういうとこが悪かったからダメだったんだよって言って、ツッコミの方も、いやいや、そんなこと言ってもっていうふうに言うんですけど、いや、お前はこうでって言って、結局、誰が悪くてキングオブコントで決勝に行けなかったかっていうことを、1時間20分くらいにわたって、月額500円の有料会員の人に晒し続けるっていう、まあ、ありえないですよね。ねえ。いや、だからこそ僕は魅力的だと思うんですよ。このコンプライアンスだのなんだのうるさいご時世に、芸人同士の、しかもちゃんとキングオブコントとかで優勝してるくらいちゃんと面白い芸人さんのガチ喧嘩が1時間20分聞けるラジオがこの世にあったかというね、話なんですよ。で、さらにここから狂ってるのが、最近のラジオカモメンタルはですね、そのうだいのって言われるボケの方が出なくなっちゃったわけなんですよ。最初の頃はですね、何にもやつ3週くらい休んでて、なんかこう仕事でみたいな、そういうなんかふわっとしたことを言ってたんですよ、ツッコミの方が。でも3週間くらい経った時に、さすがにそのリスナーの人たちが、まあお金も払ってるわけですから、なんでうだいさん出ないんですかっていう風に、なんかいろいろ聞いたメールが来たらしいんですよ。そしたらそこでやっと言ったのが、要は話し合いをあの後いろいろした結果、ね、出ると喧嘩になっちゃうからしばらく出ないっていう。この選択肢もすごくありませんね。いや、喧嘩しちゃうんだったら今後は喧嘩しないようにちゃんとラジオやりましょうっていう結論をするんじゃなくて、喧嘩しちゃうから出ないっていう。で、その結果今そのラジオカモメンタルっていうのはどうなってるかっていうと、その音声配信、ラジオに関して言うと、そのツッコミの魔境が他の後輩芸人とか同期の芸人を呼んでやってて、で、う大はもう出てないっていう。すごいですよね、これ、ほんと。うん。
決して批判してるわけないですよ。今でも僕は聞いてますから。でやっぱね、こうね、いろんな意味で唯一無二の芸人だなっていうふうに僕は思って聞いてます。まあよかったら皆さんも聞いてみてください。ほんとね、ある意味面白いラジオですから。まあそんなわけでですね、この話に共感、ちょっとでも共感してくださった方、高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。